どうも、バトンマス、ジョリーです。今日もみんなの尻に火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、今回は激辛シリーズなんですけども、今回挑戦する商品は、こちらです。ババン！このブルダックポックンミョン。ポックンミョンですね。ブルダックポックンミョン。これはですね、韓国の、まあ、辛い、これ前々からね、ご視聴者さんから、ジョニーさん食べてくださいと、いうことで、リクエストをいただいてたものなんですけども、視聴者さんに、もらったやつなんですけども、はい。メータクこれ3ついただいたんですけども、ありがとうございます。これね、まあ、裏面見るとね、もうこれ本場ですよ。もう何書いてるかわかんない。とりあえず辛そうなパッケージですね。ブラックポックミョンといったら、その韓国でいうめちゃめちゃ辛いラーメンです。ここに書いてあります。ホットチキンフレーバーラーメン。ラーメン風なホットチキン。ようわからんすけども、スパイシー ×2 と、特別に辛くしてやるとは、私、バトルマスタージョニーがいかがなものか、果たしてこの辛さというものは、どういったものなのか、調査していきたいと思います。はい、今日はね、もうメガこれ3つ全部まとめ食いして、まとめて倒してしまうと、早速調理していきましょう。レッツゴー。はい、ドカンと、もう鍋らですよ。鍋ら量が多すぎて、もう鍋に出てきました。鍋で調理していきます。この辛そうなスパイス、おお、どす黒い。これを混ぜていきます。地獄色のスープと化しました。すごい豪快な料理ですね。まあ料理というのかわかんないですけど、オニュー、あー、うまそう。これはうまそうだ。真っ赤っかだけど、完成しました。いただきます。さあ、ブルダックポックンミョンさん、お手並み拝見ですよ。行きましょう。うおー、真っ赤に染まってます。うまそう、めっちゃうまそう。あー、あー、うまい。けど辛い。あー、想像してたより辛かったですね。これ辛いな、これ。ブルダックポックンミョンって結構辛いんだね。辛いですか？美味しい。うん、辛いけど。ああ、うんうん、香ばしいというか、ごま油の風味がしますね。コクのある味わいです。日本の大手即席麺では感じられない辛さですね。一歩間違ったら18禁シリーズぐらいの辛さの危険性がありますね、これは。ちょっと勢いで腹減ってたんで3つ入れましたけど、チャレンジすぎたら辛かったな、これ。辛さの濃度もこれ袋3つだから、これ3倍でしょ、これ。こんなはずじゃなかった。辛いよ。辛すぎて、ピッ。あ、でもこれ、辛いやつって、水飲んだりすると、すごい余計辛さ増すんですけど、これポックンミョンね、今水飲んだんですけど、そんな辛さがひどくならないですね。なんでだろう。いや、でも辛いわ。あれ？どっちだろう？辛いのかな、これ。あ、やばい、ダメだ。飲まなきゃよかった。あれ？あれ、なんで飲んじゃったんだ？あれ？なんだ？これダメかな？うん、ダメだ。あ、辛い。うん、水飲まない方がいいわ。うん、スープも濃厚で結構辛いですね。これよくよくさっきちょっとさっき見てたら、これあれなんですね。このブルダックポックンミョンシリーズの通常版より2倍辛くしてるらしいです、これ。だからこんな辛いんか。ラストスパートをかけたいと思います。ごちそうさまでした。韓国名物の激辛ブルダックポックミョン食べ終わったんですけども、非常にちょっと舐めてました。18禁シリーズぐらいの
レベルの辛さです。まあそこまでは辛くないですけども、18禁ほどは危険な辛さです。辛さレベルの発表していきましょう。激辛ボルダックポック名ね、辛さ2倍増し、辛さレベル17、じゃじゃん、辛さレベル7でーす。ありがとうございます。普通のそこら辺の辛い料理屋さんで食べるより普通に辛いです。今回はちょっと具材とか入れなかったんですけども、まあこうお肉とかネギとかね、キムチとか足したら、より美味しくなるんじゃねえかなと。これ結構有名な速攻のブルダックポックミョンのパッケージ、日本でも新大久保とかでもよく見られるポックミョンなので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新しますんで、ほらお願いしまーす。もうお口の周りほらドラキュラみたいにその吸血鬼みたいな、なんかこう血を吸ったのような感じでほら真っ赤っかになったんですけども、いや吸血鬼じゃないですけどね僕。チャンネル登録